こんにちは。山形オートリサイクルセンター社長の伊藤と申します。弊社は自動車中古リサイクルパーツ販売はもちろん、全国でも取り扱うお店の少ないトラックの中古パーツ販売を得意としております。まずあなたからリファインパーツということで、日野レンジャー99年式の新品のヘッドライトは製造時において 6.12kg 二酸化炭素を排出するのに対し、中古パーツだとその排出量が 0.0007kg と、なんと 6.12kg も削減効果があります。自動車中古パーツのことでしたら、当社のフロントまでお気軽にお問い合わせください。何卒よろしくお願いいたします。